ってたカラッと出るってあるの。グフグフグフ。うめんだー。グフ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 。皆さんこんにちは。人をムカつかせる天才と弟から呼ばれているそんな人間です。今回ですね、フグをゲットしました。昨日のね、フグ祭りじゃなかった、魚祭りでね、1500円と安かったのかな。最近さ、でも僕ね、子供の頃親父がなんかその辺のスーパーでフグの割引やった刺身とか結構買ってきて食べた記憶があるんですけど、最近見ます？知ってる人がいたら教えてほしいんですが、フグの刺身売ってるスーパーとか最近あります？教えて、ぜひ。とか魚屋さんでもいいんでですね。ということで今日は、下関はね、フグの、町、フグ水揚げ日本一ということは世界一なんじゃないの、世界一って言った方が良くないみたいな、わからんですけど、まあなんでにしては僕フグ食べてこなかったんですね、たまにはねフグ食べようかなということで収録しております。本当はこんなことしちゃってる場合じゃないんですけどね。他にね、この最近広告出してるやつとかあるじゃないですか。美祢市のね、秋吉堂とかね、もう一回貼っときますけど。綺麗でしょ。そうだな、いつもありがとう。忘れてたよ、こんな気持ち。秋吉堂公共ファンタジークリスマスだけの特別なイルミネーション、クリスマスティーター秋吉堂スペシャルイルミネーション from December 21st to 25th。 そんなもちょっと動画編集とかしなくちゃいけなくて、で子供たちも言ってるわけですよ。で子供たち言ってるから子供たちの動画も作らなきゃいけないし、明日はアシカ漁があるし、それからそれ編集して日曜日にどねか来ねか自分のその秋吉堂撮った動画とかも編集しなきゃいけなくて、これにも配付けなきゃいけなくて、もうああだこうだね、いっぱいあるんですけど、やんなきゃいけないことで、まあとにかく何をしてるんだということでこんなことしてる場合じゃないけど、ね、そんなね日持ちするもんじゃないですからね、さっさと食べしまわないとということで、今日は手短にねフグの刺身を食べますみたいなところでね、でも本当教えてほしいんだよ、どこでやってるかね。僕はね、あと大丸の地下か、大丸の地下も昔磨きって毒を取り除いた部分があるんですけど、磨きも売ってたんですけど、磨きも最近売ってるとこ見ないなみたいなね、どっか魚屋さんといけんなってことで、チャンネル登録高評価お願いいたします。食べていきます。昔食べたらしいです、カラッと言ってたカラッと出るってあるの。開封しましたが、これよく考えると安岡ネギかな、だったら嬉しいな、多分そうでしょう。ではグフいただいていきたいと思います。グフグフグフ。食べ方のお作法なんです。ネギをちょこんと乗せて、まあ2、3枚取ってくるのもありなんですけどね、1枚ずつですよね。僕はお行儀がいいんだ。グフグフいただいてみましょう。あと皮がありますね。自分でお行儀がいいって言うな。美味しいわ、うまい、うん、歯ごたえもしっかりして甘みもあるし、昔ね子供の頃ね皮が好きだったな、皮が、うん、皮もいいですよ、こういう風にね、ね、ネギを巻いてちょこんとつけて食べる、うん、美味しいです。買ってよかったな、1500円か。僕って調理免許がないと調理できないんだよ、うん、まあ、お客さんに出せないわけね、自分で食べて死ぬには死ぬのは OK よOK じゃないけど、そういうことです。チャンネル登録高評価お願いいたします。まあ明日がまた大変だ、いろいろ撮影が。よっしゃ、うめんだ。レゴちゃんフグ食べるか。うん、毒があったら、ね、怒ってる。毒があったら美味しいよ。毒はない、毒はないです、さすがに。毒がない、いや最高だぜ、うまいぜマジで。パフグの町に巻いてよかったんじゃないの、うっそまあ美味しい、本当美味しいですよ、うん、カワハギも釣りたいな、たまにはカワハギ、うん、カワハギ、伊崎の漁港で釣るんでね、これもね負けずじとうまいですよね